おはようございます。ディレクト申します。ドラゴンクエストモンスターバトルロードビクトリー実況プレイ始めていきたいと思います。10日ぶりの収録です。17時間まあやって、もうあとまあ10日ぐらいモンバトも、収録も編集も触れてませんでした。でもライブで触れたか、ライブで触れたわ。ライブでその1週間触れなかったわ。本当にもう。いやでもまあモチベがそこそこ戻ってきたんでね、またやっていきたいと思います。今日はね、バトルマスター決定戦行ってみたいと思います。行ってみよう。はい、というわけでね、王者決定戦が言ってるんですけど、まあ王者決定戦をねしようという時に、私はマスタークラス会議でバトルマスターを呼び戻します。で、このバトルマスターの中には、リュウタ君もいます。はい。リュウタ君と王者決定戦激突するのは分かってますけど、バトルマスター決定戦でリュウタ君と戦います。はい。呼び戻します。ちょっと来いよ。さあ、ドラゴンクエストモンスターバトルメキトリーね、ここに出てくんだね。この映像出てくんの俺覚えてんぞ。言っとくけど。これは出てくんだろ。来た。来た。最強の2強。2強来た。なんやあれ片方弱そうやな。なんやあの片方明治キメラとか、ってことなんやあれ弱そうや。はい、というわけでね、バトルマスター決定戦やってきました。はい、王者決定戦をすっぽかして一体何をやってるんでしょうかね。ついに最強版のバトルマスターを決めるときやってきたよ。王者決定戦ちゃうんかい。はい、というわけでここに出てくるのがそのさっきのリュウタです。リュウタお前なんか不思議と思わないの？王者決定戦だなって言ってるのにさ、なんでここ来たんだろうみたいなさ。大輝やろ。だいぶなんかね、俺17時間をねやったせいでね、あのこの大輝に嫌な思い出があるんですけど。さあ1回戦何のチームなんだい、どんなチームだい。ああはいはい、ストライクハートとかね、そういうやつね。見た目面白いけど誘う踊りで事故りたくないな。はい、というわけでね、バトルマスター行ってみましょう。風林火山でございます、武器。出たよ。かなり大会に見たからね、この風林火山。刺さるとこも多くて、身の回り230。行きましょう。バトルマスター、疾風陣内風林火山。音はドラゴンキッズ影の騎士というね。はい。あと、ちょっと見ていただくと分かると思うんですけど、バトルマスターもうレベル99なんですよ。サクッといっちゃいそうですね。いや、バトルマスターを99まで上げてしまったのがちょっと、これはもう、さすがにここはもう負けられないべ。ここまで来たらな。これ負けられないですよ、正直。99まで上げきってんですよ、こっちは。いつ上げきった？いつ上げたのか、俺もちょっと僕も覚えてないんですけど、99なんですよ。なんでちょっと負けられないですね。さあ、行きましょうか。行くぜ、フー、ウィン、カンさん、はい、おやいいね、素晴らしい。風林火山ね、やっぱね、いろんな特攻があって使いやすいんだよね。普通に強い。んで、デインを、そこはサモイを色に落としてよ。さあ、切り裂くたびに呪いがかかる。行くぜ。行くぞ。同じゾンビを切らないの。いいね。まあまあ、そこそこ出てるね。どんなんだろう、ドルマの方が通んのかな。さあ、熟練の技です。腕組んでそう。なんか腕組んでんじゃん、こいつ。熟練の技やって。腕組んでそう。まあまあまあ。うん、止まらないのは偉いよ。誘う踊り、これがね、事故の元になる可能性はちょっと高いんで怖いんですけど。はい、ラッキー、ラッキー、ラッキー。オッケーオッケーオッケー、大丈夫、大丈夫だ。さあ、向こうも剣の前を打ってくんな。おっと、大体コドランが引き寄せますね、攻撃は。そうだね、うん。身の守り的には確実にコドランが引き寄せる感じですね。じゃあ、ここは、あ、やべ、魔法だって持ってる。ミスった。おっと、ここでビアンカでございます。はい、脇が素晴らしい。さあ、向こうは炎の力を持って、こちらはギガデイン打ってしまいました。やべ。魔法の盾持ってる間にギガデインぶち込むという、バトルマスターレベル99とは思えない、エアプをかましております、私。あ、やっぱり。ですよね。ここで、疾風陣内、ね。これは確定先生っていうね、終盤の競り合いで有利になる技ですね。まあ、威力はね、低い方なんだけどね、どうしても。でも、それでもさ、確定先生は強いよ、やっぱり。熟練のさ、炎のリングが来てもダメだ。まあまあまあ、60。はっはっはっは。炎耐性高えな、やっぱ。コドランここで頼むわ。お、いいね。いいよ。しっかり当ててね。オッケー、しっかり当てたらでかい。いいよ。
さあ最後にこの影さんやってくれます。あ、かわいかった。ドルバー、いいねー。てか99だから勝てるよな。さあ2回戦チーム、なんだい2回戦なんだっけ。でも賢者の2回戦ガチでした。こちらの2回戦思い出した、爆弾岩がいる爆弾岩がいます。メガンテです、どう見てもこれはなんかもうバトマス99なんで、まあ、何でもいいんじゃないかなーと思って鋼の剣と青銅の盾を持ちました。鎧武闘技でございます武闘技結局最強説あるな。ちょっと鋼の剣見ますもんもう何でもいいわここまで来たらな。よっしゃ行くぞスライムとゴースト何序盤、何始めたばっかなのみたいなね。いや結局のところ考えてみれば、この主人公入りのチーム、職業系の主人公を入れる場合のチームっていうのは、主人公のレベルが上がることによって、まあ、主人公は大体強さのね、半分は持ってってると思うんですよ、正直。あ、やべ、ミスった。主人公は強さの大体は持ってってるんですよ、この手のものって。あ、早っ！なんだったっけ？おっと？おっと主人公は大体強さの半分を持ってってるんですよ、やっぱりこういうの。主人公のチームっていうのは。なので、この主人公が弱くならないとダメなんですけど、弱くはできないんで、はぁー嘘ちょっと待って、これ相性悪いな。パッと見ちょっと待って、チームの相性悪い。や、いける、いやー、勝てー。バトマス勝ってー。さあ、これブーメランです。なんか投げとる。なんやあれ、ブーメラン飛んできた。おーっと、ゴースト受ける。いいね。さあ、ここでミラクルフラッシュが決まった。はい。あ、え、おい、これやばいな。あ、これやばいな。何がやばいって、逆転補正が働きすぎてる。爆弾岩は避けないです。爆弾岩避けねえのに避けてるってことはやべえな。逆転補正入ってんな、これ。やべえな。逆転補正入ってんな、これ。だいぶ。やべえな、笑うも使ってきたか。全体攻撃で安定も取れない。どうする？どうする？やべえな、逆転補正入ってんな、これ。入れちゃったな。入れてるな、これ怖いな。レベル99ではチームの相性は悪いけど、向こう逆転補正が素晴らしいんで、ちょっと気をつけていきたいな。とりあえず、つばぜり合いでさえ勝てば、なんとかなりそう。爆弾がね、笑うの関係上攻撃はしないので、その関係を見れば、まあ、勇気は基本向こう溜まりにくいはずなんですよ。はい！オッケー！素晴らしい！いいよ、爆弾岩に当てちゃダメだからね。爆弾岩に当てるのが一番まずい。次のターンに翼で行きます。翼に勝てないとちょっとやばい。ただ。突進して、飛び上がる！はい！いやー、きついなー！相性悪いぞ、これ！砲丸投げ！いや、向こうの逆転補正が出てるからな。おーし、痛恨は出なかったね。よしよしよし。痛恨出ないので大丈夫。奇跡の元気は痛恨がそこそこ出るんですよ、これ。ちょっと怖いですね。だから。ああ、オッケーオッケーオッケー。いやー、全然オッケーじゃない。ダメージは結構、こっちの相性が悪いな。ここはまあ、これ行くしかないでしょう。やっべ。これ勝たないとやばいんだよな。素晴らしいよっしゃ、これも勝った、これはもらった。もらったー、よし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 、勝った勝った。もうあとはこっちは次のターン光の玉で貯めて勝ちだ。よし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 、メラ、はい、おいー、まずいってそれは。ゴーストがねあまり判断力高くないんですよ、実際問題。踊る宝石とかゴーストとかなんかメラ使う連中ね、基本的にね頭が悪いんですよオドフォーも相当だぞ、あいつ。あ、でもメタルスライムは高かったかな。おー、まあまあまあ、でも、大丈夫。やめろ、ミラクルフラッシュ。おいおい、大丈夫か、それ大丈夫か、それ大丈夫か、お前。爆弾は。爆弾はこれどうやったっけな、覚悟を決めたようじゃないよね、まだ。まだ大丈夫だよね。確か、メガンテの使用が、うん、大丈夫、大丈夫。勝った。だね。そうだね。なおも割りすぎるね。オッケーオッケーオッケー。だいぶでかくなってますけども。ここはもう確実に勝ちに行く。で、爆弾魔の使用上、メガンテ？この笑うが3回発動するとメガンテになるんですけど、その場すぐに行動するわけじゃないんですよ。
あの笑うの条件を満たした後に次のターンにメガンテが選択できるっていうタイプなんで、ここで勇気さえ貯めてしまえばもうね向こうは打てないんですよ。なのでその仕様的には勝ちです。あぶねー。まあまあここで笑うんですけど、結局笑ってこれですね。まあこれが次のターンに開始になるんで、もう次のターンが存在しないんですよ。こっちが打つからね。とどめる時期に打つからもう勝ちです。爆弾がでけえな、お前。爆弾クソでけえな。レッパギリ。はい、飛ばす。クソ弱えよ、この武器。この武器クソ弱えよ。まあ、ここでね、多分ツーコンとか出ても、まあ、勝ちです。ツーコン出ようか何か出ようか勝ちですね。まあ。出ないね。ドヤ顔してるけど。なんや、これ。そう、次のターンだからね。てか、クソでけえな、爆弾今。存在感がえげつない。まあ勝ちですね。大丈夫。はい、勝った。つばぜり合いがうまくいったわ。めちゃくちゃうまくいったよ。8秒式も慣れたもんだな。流星火山。行くぜ、流星火山や。くらえ。うん、お前は敗北者じゃけえ。さあ大輝ですよ。こいつ結構印象残ってるんですよね。17時間放送の時に。これですね。はい。まあ、チーム的に見れば、これ、またスライムとゴーストには大変な目に遭いそう。スライムとゴーストまた大変だな、こりゃ。スライムとゴーストには茨の道。いや、マジで茨だな。いや、でもまあ、ちょうどいいんじゃないですか。なんだったっけ ?1 ターン目だったっけな。確か1ターン目にこいつがね、グリーンガム使ってくるんですよ。街の場合は、おっと来た、グリーンガム。やっぱ来るね。ここでスパッツが出てくるんですよ。スパッツじゃない。え、精霊の紋章。あ、2パターンあんのか。2パターンありますね。17時間の時はグリーンガムでめっちゃ止めたのに。お前の手の内は分かってる。ならばこちらはそれ止めるのみ。いや、聞くだろ。ストーマンとエリミネーター聞くべ。うん。行くぜ、マーニアの暗い。はい、はい。あー、気持ちいい。いや、もう17時間のライブでさ、こいつにめちゃくちゃ苦戦したんだよね。だからもう、よかったわ。今のちょっともう、気持ちいいよ。あの日の、あー、ワードされちゃう。危ねえ。いや、恨み晴らしたね。完全に恨み晴らしましたよ、今。いいよ、ミニゴースト。まあ、ゴーストが打点あるね。うん、ゴースト打点あるね、お前。お前は一番打点ある。オッケー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 、ショッケー、気持ちいい。マジで気持ちいいな、これ。一ターン目にグリーンガム打ってくるのは分かったんだけど、精霊の紋章だったのね。何やろうが無駄だったけど。これマジで気持ちいいぞ。実際の大会で困難されたらさ、俺、大蹴るわ。蹴らねえ。蹴っちゃいけません。あとはもうね、詰将棋ですよ。逆転補正に気をつけて、たら。オッケー、エリミネーターが打撃通るんだね、普通に素通しなんだね。で、こいつのミニゴーストがね、打点出たんだ。かなり打点出るよ、これ。爆発属性のね、攻撃なんですけど、結構効きますね。うん、ストーンマンが結構効いてる。で、こいつも、必殺、ミラクルフラッシュが決まった。いやー、まあこんなもんか。ミラクルフラッシュこんなもんか。まあでも打点は取れてる、打点は取ってる。さあ、叩きつけてくんなー。さあ、どうだ。おい、よきよきー。よし、傾いてる。こっちに今傾いてるよ。大きく戦況傾いてるよ。オッケー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 。そろそろ逆転補正が来てもおかしくないけど、それを回避するのはナイス。お、いいね。ゴーストもいける。さあ、高速撃来たなー。これが痛恨出ても落ちた。おい、ゴーストいける。嘘、今日のゴーストどうした。今日、ドローンちゃんどうした。え、今日ドローンちゃんどうした。え、今日のドローンちゃんどうした。お前回避率そんな高くないでしょ。 12% か 8% のはずだよ、お前。あ、くん、つばぜり来んの。お前がすんのかい。調子乗ってたらこれかーい。調子乗ったらこれかよ。調子乗ったらこれですよ。調子乗ったら最初を叩き出した。もう最初を叩き出すのやめろって。もうちょい早く、もうちょい早く。びっくりするぐらい最初だったら今。何さ、一番ちょうどいいのとさ、全然ダメなのに2個見せなくちゃいけないの俺は。
いいねー。打点取れてる、打点取れてるよ。次のターンで、まあ、とりあえず詰めればいいから。よかったね、なんか。グリーンガムで止まらなくてよかったな。本当に。止めてたら負けてたべや。よしよしよし。まあ、勝てる勝てる。つばずり合い、ごめん、不甲斐なかった。ごめん、不甲斐なかったわ。いつも不甲斐ないな。レッパ切り。いいねー。もう一体当たれば勝ちですよ。はい、ドローンちゃん頼むわ。スーパーコースト神風アタック。いくぜ。やったー。で、今日のドロンちゃんやばくない？ちょっと。俺は不甲斐なかったわ。